しても飛ぶのが早いな。さすがカエル。最後はどこに飛んでったかも見えなかったぞ。もしお二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな。うわぁ、フトチョネズミが喋った。なんですと。誰がフトチョネズミですか。ちょっとばかり分厚い紙でできているだけです。私はアーモンド、この祝福の森の長老です。ここで予言の勇者を待っているのです。なあ、オイラの方をつねってみてくれ。まだきっと夢の中にいるんだよな。なんと、私がつねって差し上げましょうか。あ、ただ腕が短いので、もうちょっと近づいてくださらんと。いや、大丈夫だぞ。ちょっと冷静になりたかっただけだ。状況を整理すると、ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは確かだ。道端の木も、言葉を話す紙の動物も普通じゃないぞ。異世界の勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらすだろう。予言ではそう断言されておりました。おっと、私の壊れかけのアーモンド頭ときたら、勇者殿の到来に興奮するあまり、この世界についての紹介を失念しておりました。私の髪はもう色あせる寸前なのかもしれませんな。ゆっくりで大丈夫だぞ。オイラたちもここがどんな場所なのか気になってたんだ。ふん、どこから話せばよいのやら。昔のことはもうほとんど記憶の彼方ですからな。おお、そうそう、森の中のパルプに込められた物語ではこう言われております。昔々、三人の女神がこのシムランカという世界を作った。魔法と物質を司る創生の女神が我らに命を与え、草木や山水はそれにより形を得た。シムランカは女神の加護によりあまたの世界で存在し続けた。その後、星と奇跡を司る予言の女神が現れて、星空を操り世界を動かした。その彫像は今なおオルビット上の頂に立つ。最後に、物語と願望を司る運命の女神が現れて、不滅の愛と灼熱の憎しみをもたらし、死と希望とは何かを我々に伝えた。へえ、すっごい神様たちなんだな。それはもちろん。シムランカの新たな住民は皆森で創生の女神の創造に感謝を捧げ、王城で予言の女神の神託を請うておりました。そして最後に、世界の果てで運命の女神に自らの願望を打ち明けていたのです。はあ、つい先日までは。え、先日までって悪いことでも起きたのか。そうだ、それってお前の待ってる勇者と関係あるのか。ええ、多くを忘れてしまいましたが、あれだけは決して忘れません。空を覆い隠すあの悪竜が降臨した日のことは、あやつは不吉な黒い霧をまとって天から降り立ち、我らの土地を踏みにじったのです。ベルウィンド王国には未だその巨大な足跡が残っております。幸い死傷者は出ませんでしたが。怖すぎるぞ。恐ろしいのはそればかりではありません。あれ以来、森のインク酒場はなぜか扉を閉ざしたまま。これは森の住民にとっては大変な災いです。
お、酒場の閉店って、そんなに大きな事件か？元だったらありえるかもしれないけど。ほう、創世の女神よ。それは森に大雨が降るよりも恐ろしいことです。髪は濡れても干せますし、倒れた木も起こせます。しかし、インク酒場が提供しているのは、森の住民が命をつなぐための麻酔なのです。お？なんだそれ。我々の生命維持に欠かせぬ魔法のポーション、創世の女神からの賜り物です。それが体がシワシワになり乾いて裂け、色あせて、いろんなことを忘れ、自分が誰かもわからなくなってしまいます。あ、ってことは、もしかしてお前も。ええ、私も随分色あせました。実は、ここで勇者を待たねばならぬことだけは覚えているのですが、それが誰の指示かは、忘れてしまいました。じゃあ急がないとじゃないか。オイラたちに手伝えることはあるか。おお、勇敢な精霊とその仲間よ。善良なあなた方に運命の女神の祝福がありますように。いえ、もしやあなた方が私の待っている勇者なのでは。それはオイラたちに聞かれてもな。それに自分がどうやって来たかも忘れる勇者なんているか。この杏仁の脳には難しい問題ですな。予言もそのようなことには触れておりませんし、もしよろしければ私と共に祝福の小屋に来てくださいませんか。この森の妖精殿の住まいなのです。あのお方なら今後の道筋を示してくださるかと。森の妖精？じゃあ魔法とか使えるのか。はい、予言では勇者と共に冒険に赴く仲間とされています。